はい、こんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日はですね、大阪で、常任役員会と、臨時の党大会が行われまして、私もあの常任役員の一人でございますので、先ほどまで大阪に行って戻ってまいりました。でこの最後の、現体制における最後の常任役員会と、常任役員会ということで、松井代表の辞任の届け出と、それが、受理をされまして、その臨時党大会で、正式に、この松井代表の辞任および代表選挙の実施ということが、賛成多数をもって可決されたわけであります。でまずは、松井代表、本当に、この7年間ですね、代表職を本当にお疲れ様でしたと、心から申し上げたいと思います。ただ最初に申し上げておくと、この代表選挙が終わって新しい代表が誕生するまで、今日選挙管理委員会からスケジュールが発表されまして、8月14日のスタートで8月27日投開票というスケジュールの代表選挙が、発表されましたけども、この8月27日に新代表が誕生すると、それまでは、辞任届を出して受理されたとはいえ、松井代表が代表職にはとどまるということでありますので、まだ今日時点でも、そして8月27日まで松井一郎代表は代表であるということは申し上げたいというふうに思います。その上でですね、今日が一つの区切りということで、私も松井代表について少しコメントさせていただきたいんですけども、昨日ですかね、柳瀬博文参議院議員、柳瀬議員のですねインタビュー動画が公開されておりまして、そこでいかにこう松井さんが親分かということを熱くで語られておりましてですね、本当になんか辛い時とかですね、困った時にもうここぞというタイミングで必ず心配して電話をくれて、どうやと頑張れということで、その目配り気配りを親分としてして、まさにもう親分だったというようなことをねおっしゃっていたんですけども、これ本当その通りだなと思っていて、私もこの常任役員という立場になって、比較的松井さんと直接お話しするようになって、半年と少しでありますけども、本当にねこの困った時とか悩んでる時とかですね、こういう時に絶妙に松井さんから連絡が来る、あるいはね何らかこう松井さんにこう話す機会を作れるようにですね、おそらく松井さんが指示を出してるんだと思うんですけども、秘書の方から連絡が来たりとかして、こういう案件があるんですけど対応してくださいとかで、そういうきっかけがあると松井さんにこっちから連絡をして、それで今悩んでることとか、これどうしたらいいかってことも、ついでに相談できるということで、なんかそういうね、本当に、なんでしょうね、千手観音のように、なんかいろんなところに、手があるというか、目がついてるというかですね、本当にこう状況をですね、しっかりとこう、俯瞰して把握した上で、ここぞという時にケアをしてくれるということで、具体的な話はあれですけども、私も政調会長になってですね、多くの方はこの世代交代新体制ということで、支えてくれる、大変な方は支えてくれるんですけども、苦労も、あるわけで、私の力不足もあってですね、話がまとまらないというかですね、なかなか決めきれない政策が、決まらないと、もうどうしようと、なんでこう話がまとまらないんだろうという時にですね、松井さんがこう電話くださって、で、なんかそう別の案件で電話したようなことを振る舞いながらですね、最後は音喜多くんが政調会長なんだからと、自信を持って進めと、もう決めろと、いうこととかですね、ふっと言ってくれてですね、もう背中を押してくれて、そうだなと、ここはもう、やるしかないと、それはもうね、異論反論というのをずっとやってたら、特に政策論って 100% 正しいとか、100点満点とか、誰かが決められるわけではないですし、100点満点の説があるわけじゃないですから、議論を継続しようと思ったらずっと継続できてしまうわけですけども、松井さんがそういう時にですね、音喜多くんが政調会長なんだと、俺が指名した政調会長だって意味なんでしょうけども、だから自信を持って進めと、君が政調会長だって、いうことを言ってくださったりとかですね、本当そういう言葉に何度助けられたか、もうわからないというのは、私も本当にこの半年ちょっとの間に、何度もありましたんで、もうまさに本当に親分、もう代表の質というのは、何を思ってもこの組織をまとめる、人心を把握することだと私も思います。どんな素晴らしいシステムを作り上げても、やっぱりこれは人と人が作るものが組織である以上、人間力というか、そういうまとめる力っていうのは、これはもうどうしても問われてくるわけで、そういう、ああいう包容力とか、親分肌の力、そうしたものをですね、やはり次の代表にも、それは松井さんと全く同じことは無理だと思いますけども、やはりそういうリーダーシップ、というものを次の代表にも私も個人的には期待したいなというふうに思います。で最後にですね、今日臨時党大会で松井代表が熱くですね、今回の代表選にかける思いも語っておられました。そこでね、この代表選挙は政策論をする場ではないということを、松井代表がおっしゃっていて、政策の論争しないの代表選挙でというようなコメントも私のところにも来てますので、少し私の考えを述べさせていただきたいと思います。で代表選挙、長いね、2週間弱ある代表選挙で政策の論争というのが出てくると思いますし、それは各代表候補がね、私はこういう政策やりたいということを語ることは、私は自由であるというふうに思います。ただ松井代表がおっしゃって
いた意味というのは、やっぱこう選挙というのを私たちは何度もくぐり抜けてきて、まあ、直近でも参議院選挙があった。まあ、そこで自信を持ってですね、維新発作2022と、そういう、政策書を発表して、まあ、重点公約とかも発表しているわけで、それで戦ってきたわけですから、まあ、政策ではやっぱその範囲内に当然あるべきだろうと、まあ、いう前提は私はあると思うんですよね。なので、まあ、その、ただ、個人によって、強弱というか、私はやっぱここの政策をすごく強く捉えてるとかですね、ここを代表として前面に打ち出していきたいとかですね、まあ、そういうのはあるかと思いますので、政策書の範囲内で、何か私はここに力を入れていくとか、まあ、そういうことは十分あり得るんだろうなという一方で、いや、なんかこの、実はここの政策は間違ってたから、やっぱやめますとかですね、もう大幅にこの参議院選挙で約束したばっかりだけど、ここはこう変えますみたいな、いうことはね、いくらまあ代表が変わったとしてもですね、まあ一定自制的であるべきだろうと、まあいうふうに思います。なのでその、幅というのがね、どこまであるかとかいうのは、それはなかなか、強化的な正解があるわけじゃありませんので、まあ政策論というのは当然起きてくるわけですけども、まあやはりこのベースというのは、私たちが作り上げてきた維新発作という政策集、これはもう、最後は全員で合意をして発表し、選挙を戦ってきた政策集があると、まあいうことの重み、みたいなものは、まあ私も個人的にも、まあこの代表候補の皆さんには受け止めていただきたいと思いますし、まあそこからあまりにも逸脱するようなですね、まあ新政策、新マニフェストみたいなものが出てくると、まあそれぞれやっぱり一つの大きな議論になるのかなと、まあ議論というかね、まあそれを果たしていいのかどうかと、そんな選挙で約束しなかったでしょ、みたいな議論というのはまあ出てくるであろうというふうに思います。ですからまあそういった意味の中のこの政策論が代表選挙で問われているわけではないという松井代表の言葉であったというふうに私はね、理解をしておりますので、私はこの政策論はね、まあもう一言一句言ってないと、ただただこのリーダーシップとか代表力、人をまとめる力のみを競い合うのであると、まあ、いうことをね、次のこの代表選挙に全代表が人事として、まあ、なんか人事とか法治とかいろいろ言われてますけども、それをなんかトップダウンで押し付けてるわけではないと、まあ、いうふうに思いますし、まあ、そのことはね、維新のメンバーであれば皆さん分かってると思いますし、それはね、各代表候補それぞれは、まあ、いろんな思いを持って臨まれると思いますんで、で、まあ、先ほど来申し上げ、前回も申し上げましたけども、私自身がどうするかということは、おとといかな、おとといも YouTube で、この、チャンネル等々でもお伝えしましたやけど、未定ということでありますけども、まあ、今日党大会が終わって一区切りがつきましたので、私自身がどうこの代表選挙に向けて立ち振る舞うか行動するかということも、早晩決めて皆様にも、その結論は何らかお伝えしたいというふうに思いますので、よろしく今後もご指導ご鞭撻、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。